好きな言葉は、串刺し。どうも。なにわのひよっこです。いつもありがとうございます。はい、本日はですね、いつもと違うお店に来ておりまして、で、オープニングからいきなりスタートっていう形を取らせてもらってるんですけれども、これには理由がありまして、いつもグリさんとか映してコメントで癒されるとか言っていただいている方もちろんいらっしゃるんですけれども、YouTube というのはですね、視聴者維持率というのが非常に大事なキーポイントでして、要は動画をどれだけ長く見てくれてるかっていう、視聴者が離れてないかっていうのが大事なんですけれども、ちょっとこの前分析をしましてね、分析のデータを確認すると、オープニング3秒ぐらいでこう 100% ある視聴率からいきなり 20% ぐらい下がってるんですよ。やばいでしょ。ほんでね、これはせっかく自分の中ではいい動画を作ってるのにもかかわらず、いきなり3秒で見捨てられたら、ちょっとこれは辛いなってことで、朝の部分は一応カットしまして、いきなりこういう形でやってみました。これ、まあ、ちょっとテスト的にやってますんで、何回かこれをやって視聴者維持率が変わらないのであれば、前のような形で戻していきたいなと思っております。今回はいつもと違うお店に来てまして、まあたまに月に1回来るかな、しかも特定日しか来ないかなっていうようなお店で、まあ、信頼度ははっきり言ってあんまりないお店なんですけれども、まあ、そちらさんがこの度リニューアルプラス特定日ということで、今日来れるお店やったらここかなっていうことで選んで、来ております。抽選は、151番ということで、並びはどうかな、300ぐらいかな。花火を打とうと思ってたんですけど、まあこれじゃ多分厳しいと思うんで、いつも通りのディスクアップか、もしかしたらもうパチンコの釘を見ていい状態であればそっちに流れようかなと。まあ何せガチ実践なんでね、そういった形でやっていこうかなと思っております。はい、というわけで今回も最後まで一つお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは行ってきまーす。へへー、神か仏か死なねえけどよ、今日もよろしくと。えるー、わーわー。
実戦終了ということで、まあ負けなくてよかったですね。リスクアップせっかくね買ってるからね、何としてでもプラス1000枚以上は持っておきたかったんで、まあまあもう予算決めてっていう感じですから、まああそこがやめ時でしょう。まあもう設定はね、あんな回転数やったらあんま関係ないと思うんで、まあまあ1でしょうけど。でリニューアルオープンプラス特定日というところでしたけれども、まあどうでしょうね、激アツっていうほどでは自分の中ではなかったかなと。パチンコもね、1円パチンコ以外釘見て回ったんですけど、まず無双はもうボコボコです。はい、もうベース15ぐらいじゃないですかね。本当になんであんな稼働してるんだか分かんないですけど、無双はひどいで、ウニはね 1,2 台打てるかなっていう感じですけども、あのね、へそはね結構派手に見せてるんですけど、寄りがすごい殺してます。寄りちょっとマシかなと思っても道が殺されてたり、まあうまいこと打てますね、釘をね。スロットの方も花火がもしかしたら1台あるかな、どうやろうってとこですけど、まあ何せまだ夕方なんで中身わからないですし、まあ最悪2とかかもしれないですしね。まあ一応撮影はね OK いただいてるんですけれども、やっぱり通えないかなってとこですね。特定日でこれやったらね、まあいつものお店ももうディスクアップ以外も死んでるんですけど、まあね、難しいとこですね本当に。まあジャグラーにはちょこちょこ入ってんかな、わからんけど、はい、まあ結果オーライで、花火の設定1でもあんだけバカバカビッグばっかり当たってくれたんでね、まあ、それだけはもう良かったです。で雑魚の 1,2,3 の時だけアホもできたし、まあまあちょっと今日はねうんこちゃん動画ですけれども申し訳ないですが、また次回ご期待ください。それではまたお会いしましょう。お疲れ様でした。どうも社長、お気に入り。福祉ロムタリアの方の M1J4GASありがとうございました。